新庄さんの話題、はい、その前に竹丸山さんのイラストからあ、そうですね、お願いします。新庄が書きましたですね、はい、俺よりも目立つ人間出てこいということですね、はい、まあでもこれすごいですね。新庄という監督はなかなか、室伏さん読んだし、それからあのフェンシング協会の会長やってる、名前ど忘れしちゃった、あの人も読んだし、武井さんですね、そうですね、うん、日本の十種競技やってた人ですね、はい、小林さんいかがですか、新庄さん。あんまこれに文句つけるあれはないんですけど、まあ野球競技以外のところで華やかな話題を提供する場合って、見られたくない部分があるっていうのが定石なんですよね。なるほど。一体ファイターズは何を見られたくないんだろうっていう、まあ、なるほど、ね、私たちは目をそらされているわけなんですね。いや、かもしれない、かもしれない。伊沢さんいかがですか。いや新庄選手というのに。でも選手じゃない、監督だ。新庄さんって割と野球に対しては真面目なんですよね。そうですよ、そうですよって私が言うこともないですけれども。いや、やっぱりね、古いんですよ野球は。ああ、そう、結構古い野球観なんですよ、だから、羽なんだけどオールドファンが割と信用してるんですよ。これは古いから。ただ、オープン戦というかそのキャンプに入ってで、初球打った選手は次の日先発とか言っちゃったりするのは、僕はすごい、まあ、いいアイデアだなと。ただその選手が8人9人になっちゃったら頭抱えてるみたいな。まあ、そういうところはね、同じ話題でもね、非常にこう本質的な野球の改革につながるようなアイデアも持ってることは。すみません、初球打った選手がイーゾンして先発ってのは どういうふうに野球としていいのかわからないんですか。やっぱり積極的に、まあ、初球っていうのは初球のストライクですね、ファーストストライクを、打っていくっていうのは、まあ、野球の戦術の一つなんだと思いますが、なかなかできないんですよ、足から打っていくっていうことがね。それをもう、チームも逆に、いや、あまり急いで打つなとかっていう監督もいますから、これを徹底するために、まあ、ご褒美として、まあ、初球ストライクを打ったら先発ねみたいなね、まあ、半分遊びですけども。でも初球ストライク、野球をやってこられた小林さんが初球ストライクなかなか打てないんですよねっていうのは、やっぱり打てないもんなんですか、あれは。僕は中学生たちとシニアの野球の監督をやってた時代がありますけど、はい、うちはチームの紅白戦では初球ストライクを見逃したら三振っていうルールを作ってやったり。なるほど。もうストライクで、はい、終わりってなるでしょ、はい、そしたら嫌でもやっぱ打っていくわけですよね。でそれぐらいやっぱりなかなかね、打席に立った時はもう準備ができてなきゃいけないはずなのに、打席に入ってから準備ができる選手っているんですよ。いやいや、私そういうタイプだな。絶対になんか2ストライクまで見たいという感じはしますけどね、監督でも野村監督なんかだったかな、一番打者はできるだけ粘って、ピッチャーに多くの球種を投げさせて、次の打者の参考になるようにしろみたいな話はなかったでしたっけ。あります、それは、1番バッター2番バッターの仕事として野村さんなんかも言ってましたですね、それは。ただ新庄さんの言ってるのとか、その今小林さんが言ったのとはちょっとそれとは別な話ですよね。ああ、そうなんだ。要するに、なんていうかな、積極性、一言で言うなら、それでいいんでしょうか、小林さん。伊沢さんおっしゃったようなやり方も一つの戦略ですよね。相手にたくさん投げさせ、まあ僕はピッチャーでしたので、ピッチャーの立場から言うと、たくさん投げさせられるバッターって嫌なんです、めんどくさいから。もう一球で終わったらこんなに楽なことないじゃないですか。なるほど。ただし、初球から打ってくるって分かったら、初球のストライクを簡単に取れなくなるんですよ。なるほど。初球のストライクってね、意外とひょろっと投げてもね、ストライクってなるんですね。でもそれをカチンって打たれたら、ってなるんで、まあ、この辺どっちの戦略でいくかっていうところなんですかね。なるほどね。最後までご視聴していただき誠にありがとうございます。ノーボーダースポーツでは話題のスポーツニュースをオペエド視点でお届けしております。この機会にぜひチャンネル登録よろしくお願いします。